北キャンパス関東外語外謀大学は中華人民共和国関東省甲州市にある大学。中国河南地区における国際的人材育成、対外貿易また国際戦略研究の重要なる基地。国際大学翻訳学院連合会のメンバーであり、国際連合へ通訳人材を提供する全世界19校の一校でもある。 現在在学中の全日制学部生は2454人、博士、修士高す院生は2000人余り、加えて、生涯教育4年生学生、短大生、新お生、研修生、留学生などが13000人ほど在籍している。関東外語外謀大学は、公衆外国語大学と公衆対外、貿易大学を前身とする。 公衆外国語大学は1965年に設立され国家教育部に直属する三大著名なる外国語大学の一つとしてよく知られていたのに対し公衆対外貿易大学は1980年に設立され元中国対外経済貿易部に直属する大学として中国の国際経済及び貿易の学科の創始大学の一つ 1995年6月、両学校の合併により、関東外語外防大学が設置され、さらに2008年10月関東財務経済職業学院が、公衆外国語大学に吸収された。大学上キャンパス関東外語外防大学は、中国の歴史文化都市と、河南地区経済中心地である公衆に位置する。3つのキャンパスを持ち、総面積は2290部。 そのうち北キャンパスは白雲山の北のふもとにあり、式面積は939無、南キャンパスは甲州大学場にあり、式面積は1095無、大老キャンパスは大老にあり、式面積は256無。3つのキャンパスともに川が流れ、木々が生い茂り、鳥がさえずり花が香り、美しい環境と、 新鮮な空気に恵まれているため、豊かな知識と感性を磨くには最適な環境となっている。言語文学、経済学、管理学、法学、工学、理学、教育学の7つの学科、英語言語文化学院、国際経済貿易学院、国際ビジネス英語学院、国際交渉管理学院、財系学院、西方言語文化学院、東方言語文化学院、 中国言語文化学院、法学院、英語教育学院、思えか情報学院、政治、公共管理学院、高級翻訳学院、新聞、放送学院、芸術学院、MBA 教育センター、体育部、継続教育学院、国際学院、留学生教育学院の20の学院を設けており、55種の本科専攻、29の修士学位授与点、 7つの二級学科博士店、1つの博士後流動ステーションがある。また教育部人文社会科学重点研究拠点の外国言語学及び応用言語学研究センター、1つの教育部、非主流言語本科人材育成拠点、1つの国家大学生文化素質教育拠点がある。二0 1年より立命館大学との間でキャンパスアジアプログラムを開設し、 両大学の学生が共同で互いのキャンパスを行き来しながら学んでいる。ありがとうございます。